神戸電鉄二郎駅の近くなんですが、神戸市北区です。もともと幸福病院があったところが、老人ホームというような形になってますね。まあケアハウスと書かれています。で隣がお墓の紹介とかそういった、窓口があるんですけども、もともと判例ですでに出ているものが、納骨堂に関しては、そこに、骨を納めて、まあ、骨を納めてなかったとしても何か戒名とかそういったものを含めて、まあ、お金を納めて、お墓みたいなものを、用意していた、納骨堂というところは、判例が出ています。すべて、オーナーが、納めさせられた人にお金全額返しなさいということで、判決出ています。これはもともと行政が作ったルールで、山か海に骨は散骨です。ですので、お墓というものを作ること自体が意味がない。テレビの映画とかを見て、多くの人が勘違いしている、お墓の下に骨などありません。これが行政の作った昔からのルールであって、その納骨堂の判例を考えると多分お墓もアウトだと思いますよ。で、あとはまあ詳しく、家で説明、します。次の、撮影地点行きたいと思います。まあ介護の老人ホーム、今度は今度で作りすぎたみたいですね。こちら、兄の中町だと思うんですが、まあ、あちらが、藤原台の方なんですが、有野川を渡ったところです。こちらに、まあ、お日様の家ということで、北新岡場と書かれている、高齢者向けの賃貸住宅ということになってますが、まあ、老人ホームみたいなもののようですね。一つ一つ個室に、お風呂がついてと。まあ、そういうふうな形で、まあ、管理者の人がいたいと、いてと、入り口のところに。まあ、そういうふうな形での、まあ、老人ホームだと考えてもらったら良いかと思います。皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、11月16日、13時20分、まあ、ジャック近平のところで、新しく老人ホームが出来上がっているところ、まあ、新しいといっても結構、数年前に出来上がっていると思うんですけども、もともと幸福病院という病院があったところ、まあ、幸福病院というものがこの近辺に2つあったんです、総合病院が。で、そのうち1つが、老人ホームに、変わっていると、建物を退去させ、まあ、解体して老人ホームを作っていると。で、その横に、お墓の、販売所みたいなところがあるんですけども、これ、納骨堂の判決で、裁判官の方から、しっかりと判例が出ています。オーナーに、納骨堂に、お金払った人たちに全額お金返しなさいと。これはもともと行政が作ったルールで、火葬が終わった後、骨は山か海に散骨なんです。で、それに関してはいろいろ費用がかかったりするんですけども、お墓の下に骨なんかないんですよ。だからテレビとか映画とかの何か内容を見て、勘違いをされてる人たちが多かった。だから判例のその内容を考えると、結局それが詐欺行為っていうことになるから、そんなところに骨がないからっていうことで。で、管理者がついついいなくなるんです。その、息子さんたちも、自分の親が亡くなった時はある程度の年齢でしょ。で、孫が、どこにお墓があるとか、それはもう、そこまでいちいち管理できないっていうのは、これは現実で、神社庁の、傘下の人たちの社務所の人たちが、まあ、管理したりしていると。で、まあ、公務員の人たちであると。で、やっぱりこれは限界があると。で、最初からもうお墓なんか作っちゃダメだよっていう法律をしっかりと作ること。で、しっかりと摘発すること。で、お墓を回収して、ダムなどに利用すると。まあ、だからこの辺りで行くと、ちょっと待ってくださいね。大体、船坂峠とか、あと、新鉄六甲駅の、目の前のところ、
の、お寺の斜面のところに、たくさんいつの間にかお墓が作られていたと。まあそのお墓を利用して、まあこちら、向こう側に合流するところなんですけども、船坂峠の、近くにですね、まあ青葉台、西宮市、北部の青葉台っていうところの近くに出てくる道があるんですが、ここに、蓬莱橋、不動谷というところがありまして、まあ一応ここも有馬街道ということにはなってるんですよね。で、こちらの方に、まあダムを、作ればいいと。で、お墓を改修して、まあこの辺のところは、まあ、別に後でいいんですけども、先に、私が YouTube にアップロードしている内容のところの方を先に取り掛かっていただいたらいいんですけども、まあそういうふうな形でお墓を撤去しなかったら、キリがないので、で、あと、墓石屋に、まあこれはエネルギーの残存量問題からしてもそうなんですけども、お墓をいちいち、作るのに大きな石を切らなきゃならない。大量の電力などが消費すると。運ぶのに運搬するのにトラックでガソリンも消費すると。だからエネルギーの残存量問題からしてもそれはナンセンスであると。これは、きつく違法行為であるということで取り締まっていくような形、今後作っちゃダメだと。そういうような形にしなければならない。で、あとまあ老人ホームの数なんですけども、もう私もね、一応これ撮影して記録しっかりつけておかなかったら、介護職として働いていた時期あったんですけど、それでも、この近辺のどこに老人ホームがあるか、これが分からなかった。これが事実なんですよ。で、まあ先ほど撮影したところ、まあ港北病院の跡地に、まあ老人ホームがあると。で、ありの、中町だと思われる住所の、その有野川の近くのところに、まあ、賃貸型の老人ホームがあると。ちゃんと従業員がついていてと。まあ、老人ホームですね。で、田尾寺駅歩いて、3分ぐらいのところに、桃源郷という老人ホームがあると。で、ここの私の自宅から、歩いて、まあ、5分以内のところに、それとは別に老人ホームがあると。で、田尾寺駅の、次南が岡場駅なんですけども、その岡場駅の近くに、まあ、岡場駅と五社駅の間ぐらいのところに、紅葉病院という病院の近くに、老人ホームがあると。で、ここの有野中町に優先病院があるんですけども、そちらは多分緑病院だと思われます。で、これも明らかに作りすぎですね。で、今、済生会病院と、三田市の、総合病院を合併させるべきだみたいな話になってるんですけども、まあ、それはもう一旦白紙撤回ということで、新しい三田市長が、当選されたと。で、まあ、まだ老人ホームが本当にいるんであれば、両方とも、ワンフロアを、老人ホームにすればよいと。まあ、こういうふうな話になります。で、次は人口統計に関して、今日本に住んでる人たちは多分1億人いらっしゃいません。1億2000万人台の数字が発表されてますけども、これには理由があるんです。第二次世界大戦の前後の頃に、人減らしのために、ブラジルは天国であるだとか、朝鮮半島は天国であるだとかいうことで、まあ、北朝鮮だとか、人をね、送ってたんですよ。移民政策で。で、それはインドネシアもそうだし、フィリピンもそうだし、第二次世界大戦で現地へ派遣されて、そのままそこで生活するようになっている人たちもそうですし、そこでお亡くなりになられた方たちの死亡届が、しっかりと届いていないっていうのもあります、一つは。で、いや、だからもう100歳以上で何万人も、例えばね、絶対7万人以上の数になってました。100歳以上の人たちが。もしかしたら、10万人には達してなかったんですけども、だから8万人か9万人かそれぐらいだったと思うんですけど、だからそれはどう考えてもなかなかありえない100歳以上生きられる方。もう90歳以上のところからはっきり言って正直怪しいです。まずそういうような年齢まで生きる人、ほとんどいません。この世の中。で、普段からね、運動を心がけたりとか、もう、ある程度の年齢の頃から。だからもう、僕で言ったら今46歳ですけども、だから、まあ日々ちゃんと歩いて買い物行ったりだとか、家の掃除を日々行って、あと、プラス何か、まあ私の場合だったら河川を撮影しに行ったりだとか、1日30キロ、40キロぐらい歩いていると。だからそういうふうな形で体を鍛えている人たちとかは、比較的、まあなかなか
お亡くなりにならないんですけども、その足腰がね、弱ってきて、車椅子生活とかになるんですよ、最終的に。僕も自分の親を介護していて、2019年に母親の方が亡くなってるんですけども、細胞の方がどういうふうな形になるかっていうのは、分かっています、実体験で。で、うん、だからまあ人口統計の仕方として、そういった形で人口にだいぶ誤差があると。だからその、あと、例えば60代、70代もそうなんですけども、まあ30代でも40代の方でも、他国に、二重国籍になっている人たちも、たくさん存在しますと。で、人によっては三重国籍の人もいますと。で、そういう人たちは、まず三重国籍の人だったら、日本と中国とアメリカで国籍がある人たちは、実際存在してる人は一人なのに、日本人でも一人、中国人でも一人、アメリカ人でも一人としてカウントされます。一人で、一人しか実際いないのに三人になってしまうんです。世界統計では。だから、その国の統計自体はそうなるから。だから、二重国籍の場合は、一人で、世界的に見ると2人いることになってしまうんです。だから世界中の人口が大幅に違うんです。そもそも根本的に。第二次世界大戦の頃は世界中多くの国が戦火に巻き込まれていて、その後の歴史でも、戦争、ベトナム戦争とかいろいろありましたから、その辺のところで、お互いいろんな国の人たちがいろんな国に逃げ延びたりだとか、そういうふうな部分があって、だから家の件数とかを見たからもう分かってるんですよ。三田市とかだったら本当は1970年代は人口3万人台だった。で、それが今人口10万人っていうことになってるんですけども、これは明らかに数字がおかしい。家の件数自体が1万件ぐらいしかないのに、一人暮らしの、私みたいに一人暮らしの人も存在するのに、3万人、ぐらいだと思います。実際いらっしゃるのが。そこから、空き家を引くような形になると思います。だいたい1万件ぐらい。で、神戸市北区の場合は20何万人存在していることになってますけども、家の件数が5万件ぐらい。でそこから空き家を引くから、15万人もいないと思いますよ、実際。で、まあ、あと、商業原理とかでね、その他国へ、まあ、二重国籍になっている方たちもいらっしゃいます。母国に親がいるから。だからいつか自分が帰ってくることがあるだろうとか、そういうことを考えてるから、やっぱり二重国籍になる。だからそういうふうな形で人口まず1億にいないんですよ。日本国内に住んでる人が。本当に。だからそういうことをしっかりと考えた上で、もうこれ以上もう老人ホームを作らないことですね。これは行政の方たちとか、建設業界の人たちとか、いろんな方たちに向けて言っています。必要ないんですよ。もう病院も。あるから。というわけです。まあこれもね、僕もね、いろんなところ自分で歩いて、やっと老人ホームの数とかが分かった方なんですよ。で、まあまあ、ここ1年以内ぐらいの頃にちょっと話したことのある、まあ警察官の人で、観覧さんっていう、まあご老人の方の警察官の人なんですけども、その人の感覚ではね、自分が親を介護するときに、老人ホームや足らんかったでとかいうようなことをおっしゃってたんですけども、その後に出来上がってるんですよ。なかなか入れなかったとかいうことをおっしゃってたんですけども、で、今病院の中はスカスカだから、病院、本当は作りすぎてるんですよ、総合病院を。新鉄の、神戸電鉄の道場南口かな、あの辺りにも総合病院、それが出来上がってるでしょ。まあ、病院作りすぎなんですよ、根本的に。だからいろんなところで、ワンフロア、看取り病院とかにして、あといらない薬を売らなかったりとかね、そういうふうなことで、たくさん、解決する理由もないのに、意味のない薬っていうものは、昔から、まあ、これテレビでも何回も放送してますけども、薬販売していますと。だからそういった部分でね、意味のない、作業をしてるぐらいだったら、そういうふうにした方が良いと。で、新しく建物を作る必要はないということですね。これはもう、皆さんの税金からの、支出もありますし、それプラス、エネルギーの残存量もない。あるところ使ってりゃいいの話なんですよ、結局のところね。だから、まあ、総合病院だけでもね、その済生会病院のすぐ近くに、岡場駅のすぐ近くに広北病院があって、有野台の方にはアドベンチスト病院があると。どう考えてもおかしいですよ。そんなに総合病院がこんな近辺に3つ持ってて、ちょっと北の方行ったら道場南口のところにも立派な大きな総合病院があるでしょう。どこにそんな気がする人がいるのって。
だからそういう話になるんですよ、どう考えても。一般人の人のね、感覚からで言うと。で、それが事実であると。だから病院合併の話が実際出てると。だからその辺のところで老人ホーム化すりゃ、新しく老人ホームを作らなくて済むと。まあこういう考え方が正解ですね。あと、北辰青瓦台にも、田内駅降りてちょっと、坂登ったところなんですけど、そこもね、個室みたいな形の老人ホームのようなものを見受けられますね。あと、訪問介護のところもあるから、介護ステーションとか。ありの中町だけで、その介護ステーション自体が5カ所ぐらいあるから、ありすぎなんですよね。だから車に乗って移動することがまず必要ない。歩いて行けるから。各自分の近くのところで役割分担すれば、もう全部、点在してるから、歩いて5分ぐらい、だいたい。順番に歩いていくんだったら、次の家行くまで、だいたい1分ぐらいとか。そういうこと。だから車を所有する必要がないっていうことになるんですよ。だから、これは行政が作ったルールで、そもそも、老人ホームや看取り病院に入れる人は、まあ、車椅子状態、まあ、歩行困難という状況に、なった人なんですね。で、まあ、絶対もうそうなったら一人で生活するの無理じゃないですか。だからそういうふうな形なんで、基本的には、まあ、訪問介護とかそういったことが軸になるのであって、どっかの、この辺でもいっぱい見かけました。私が母親の、介護の時にね、いろいろ医療業界の人間が勧めてくるんですよ。預かり介護とか。ああいうものはいらない。必要ないから。で、本人も望んでなかった、私の母親も。それは行政の人間とか病院関係の人間が進めてきたんです。だからそれ進めるのやめなさいって言ってるんです。それあなたたちが決めちゃダメなんです。行政の人間が。国民の税金だから。わかります？言われていること。癒着になるから。横領事件。関係者とかね、友達とかが、医療業界とかで働いていたら、知り合いとか。だから裁判所なんかは、4親等以内までの親族で裁判官がいるかいないかで、いたらその裁判官は除外になります。だから、そういう部分を含めてね、とにかく無駄をなくすっていう考え方でいいと思いますよ。これ以上無駄な、あるのに無駄なものを、無駄に物事、あの物を増やそう、建物を増やそうとしたら、消費税上がってしまうっていう感覚でいいんです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。国会議員の方たちはもちろん、各行政、公務員の人たちがしっかりと覚えること、建設業界の人たちも覚えること、エネルギーの残存量問題と、実際世の中がどうなっているのかっていうこと、病院も作りすぎた後、で、老人ホームも作らなくていい。これが事実です。あと人口統計のことをさっき説明しました。これを覚えておくこと。実際そこまで人間はいないと。だからもう新しく店出店者はもう何でも終わりなんですよ。もともと採算の見込みないから。無理だから、人間がいないから。もう作った後、いろんな店舗、飲食業界も、もうすべて同じなんです。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、私が YouTube にアップロードした時に着信通知が来るように、しっかりと自分のスマートフォンとか設定してください。YouTube、アプリにダウンロードしていただいて。で、まあ、その着信通知が分からなかったら身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いてください。で、一時停止を押しながらね、しっかりと、メモしましょう。メモしなかったら覚えれないですよ。で、まあ、チャンネル登録者数が500人か1000人を超えて、過去365日を遡って再生時間が、まあ、3000時間か4000時間をクリアすると、まあ、パートナーシップということで、まあ、ライブ中継とかができるようになると思うんですけども、まあ、そこだったらね、皆さんがチャットでね、いろんなこと質疑応答できるかと思います。例えば、為替相場の件に関してだとか、エネルギーの残存量問題に関しての見通しだとか、いろんなところ、株の、価格に関してだとか、それはいろんな人たちのいろんな考え方があって、ああなってるだけで、それが実体経済と合ってるかっていうと、実はそうじゃないっていうことを覚えなきゃならない。その方向で今、この間も、昨日かな、株が、800円ぐらい、日経平均株が上がってましたけど、あれはもう完全に間違いです。ないから、価値が。会社に。
だってその方向で行って消費を拡大する方向で車をじゃんじゃかじゃんじゃか作って輸出して稼いで、でいろんな国で車が走り回ったら、それだけ人類は早く滅亡するんですから。石油の残存量がもう残り54年分しかないって言ってるんですよ、国連発表で。で、ガスは49年分しかないんですよ。もう好喫緊、いつエネルギーの輸入が、完全にストップするか、例えば10年後ぐらいとかにね。それか、輸入制限か、数量の制限がかかるかの、このどちらしかないんです。で、これを、先々まで掘っていく量を考えて、採掘可能な、埋蔵量を数字出してるんです。ありませんよ。ないものはないですから。もうロシアなんか1万5000メートルも掘ってくれてますから。だからこういうことを全世界で覚えておかないと、社会人としては認められませんよっていうことなんです。それであなた社会人、正社員雇用違いますよっていうこと。あなたそれ役員違いますよって。知識が完全に足りてないですよって。そんな人間が役員としては無理。あなたが自分で認めているだけ。無理だから。書類通したらだとかそういう世界もう無理だから。意味ないから。書類だけの世界は。ルール法律で何が最優先か、50億人以上の命が関わっているエネルギーの残存量問題の方が最優先。他の件は全部もう認められない。自分で弁護士なしで裁判勝ったりしたことある人間だったらわかるから。僕はそうだったから、30歳の頃。もう今から16年ぐらい前。だからそれぐらいの実力者にならなかったら、法律のどこに不備があるかも気がつかない。だからそんな人たちが経営者、役員なんてもう無理無理無理。部長、課長、無理無理無理。絶対無理。だから、それぐらいのレベルに全員がならなきゃならない。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。